これは今から20年以上も前の話です。私の名前は香織。その当時、小学校2年生だった私は、転校してきたエスナちゃんと仲良くなったのです。エスナちゃんはとても美人で可愛かった。なのに、性格はお笑い大好きな、ちょっと変わった女の子でした。明るくて面白いし、いい意味で大雑把な性格で、たちまちクラス中の人気者となったのです。きっとエスナちゃんのことが好きだった男子も多かったと思います。ところが、私たちが5年生になった頃から、エスナちゃんに対するいじめが始まったのです。きっかけは本当に些細なことでした。クラスでも一目置かれる女子グループの中のボス的存在が、エスナちゃんに嫉妬していたのだと思いますが、本当は何があったのか私はよくわかりませんでした。次第に男子グループもいじめに加担するようになりました。はじめはみんなでエスナちゃんを無視していました。ですが、変人のエスナちゃんはあまり気にもせず、左右で違う靴下を履いてきたり、流行を知らずに変な話し言葉を使ったりしていました。そんなエスナちゃんの自由奔放なところが好きだと言っていた子たちが、手のひらを返したように、キモいとか、臭いなんて言い始めたのです。その上、エスナちゃんは昆虫が好きだったのですが、いつも虫ばかり見ているバイキンなどと言われるようになりました。それでもエスナちゃんと仲が良かった私や他の友達は、そんなことは気にもせず、それまで通りに付き合っていましたが、エスナちゃん自身が距離を置くようになったのです。多分自分がバイキン扱いされていることで、私たちまで巻き込んでしまうと思ったのではないでしょうか。エスナちゃんはとても絵が上手でした。教室には賞をもらった絵が飾られていましたが、泥が塗られていたり破られていたりしました。運動会ではエスナちゃんが出場門の作成担当になったことで、ボイコットまでする騒ぎとなりました。担任はそんないじめを見て見ぬふり、それどころかいつもそれをニヤニヤして見ていたのです。子供ながらに、先生はエスナちゃんが中学受験をすることが気に入らないんだなと思っていました。私自身はエスナちゃんとはクラスが違ったので、実際に教室の中でどんなにひどいいじめが行われていたのかは知らないのですが、給食の時もエスナちゃんが同じものを食べるのが気に入らないと、配膳当番がエスナちゃんにだけほんの少ししかよそってあげなかったりしたみたいです。学校帰りは私たちと一緒に帰っていたエスナちゃんでしたが、そんなことは一言も言わなかったので、私たちは何も知らなかったのです。そのことを知ったのはだいぶ後のことで、私は自分の不甲斐なさに涙が出ました。しばらくするとエスナちゃんは学校を休むようになりました。そしていつしか学校に来なくなったのです。私はエスナちゃんの両親が学校に来ていたのを何度も見かけたので、きっと校長や担任と何か話していたのだと思います。聞いた話では、エスナさんのようにクラスの輪を乱す子がいると周りのみんなに迷惑がかかる、そんなエスナさんの態度を改めさせない両親もどうかしている、担任はそんな風に言っていたそうです。いじめグループのボスはすでに勝利宣言をしていました。結局、私もいじめの対象にされ、本当に悔しかったし、とても怖かった。エスナちゃんが学校に来なくなってから、父兄の失業が相次ぎました。というのも、エスナちゃんの父親はこの地域で大きな生産工場を持っている社長さんだったのです。私もエスナちゃんの持ち物などを見て、きっとお金持ちなんだろうとは思っていましたが、そのあたりの事情までは知りませんでした。エスナちゃんのご両親は生産工場を閉じることにしたらしいのです。生徒の父兄には
その工場内で働いている人がとても多かったので、失業者が続出したのです。エスナちゃんの父親の実家は、東京で大きな会社を経営しているそうで、その関係でうちの小学校に便宜を図ってくれていたそうです。結局、エスナちゃんは東京に戻ってしまったのです。町には失業者が増えました。その頃の私には経済的なことはよくわかりませんでしたが、私の住む町には他に大きな会社もなく、ほとんどが高卒で働いていたため、すっかり収入源を失ってしまうという家庭が多かったようです。そんな失業者の父兄たちは、ボスグループがエスナちゃんをいじめていたことを知り、ボスグループの家に怒鳴り込んだそうです。これには担任も、針のむしろ状態だったらしいです。その頃学校は文化祭に呼んでいた芸能人もキャンセルしたり、サッカー部の芝生とか野球部の照明も修理できなくなるほどの状態だったのです。今度は運動部の父兄たちが怒り出し、結局ボスグループと担任は攻撃の的となりました。親が失業している家庭が増え、卒業式には中学校の制服を着て出席することになっていたのですが、その制服すら新品を購入できない人も多かったのです。私はエスナちゃんと同じ都内の女子中学校に進学することになり、エスナちゃんと再会しました。私はエスナちゃんが転校した後もずっと文通を続けていたので、再会できた時は本当に嬉しかったです。ところが、あのいじめグループのボスも私たちと同じ中学校に進学してきたのです。卒業式には制服を着てこなかったので、まさか同じ学校に来るとは思っていませんでした。その中学校で、エスナちゃんは初等部からの持ち上がりということもあり、すっかり人気者でした。その一方、ボスは学力的に少しついていけないところがあるようでした。ボスは村でのルールが外でも通用すると考えていたらしく、中学校でもエスナちゃんをはぶろうと思っていたようですが、あっさり親が呼び出されて停学となってしまいました。そのあたりは田舎の学校とはわけが違い、対応の速さが際立ちます。その後もボスは私たちを仲間に引きずり入れようとしていましたが、逆に憧れの先輩やクラスの女子たちから、嫉妬しているの？幼稚なやり方で恥ずかしいなどと注意されていました。学校にはお嬢様が多かったので、ボスは結構浮いていたのです。自分の置かれている立場に気づいたボスは、エスナちゃんに取り入って何とかしようと思ったらしいのですが、結局エスナちゃんに無視されていました。ことごとく作戦が失敗したボスは、地元の男子グループを学園祭に招き、展示されていたエスナちゃんのポスターを破って自分の力を誇示しようとしていました。ですが、本当にバカだと思います。ボスは即刻強制退学となったのです。さらに男子グループの中に近隣の男子校に通っていた生徒もいたらしく、その子も同じく退学になったそうです。このことは結構大きな問題となりました。最終的に地元の中学校に戻されたボスは、生意気な東京帰りというレッテルを貼られ、いじめにあったそうです。まあすでにボスは交代してたしね。そんなことになったボスと男子グループは、エスナちゃんに仕返しを考え、再度上京しようとしたらしいのですが、電車賃が足りずに結局は乗り込むことができなかったそうです。往復2500円は中学生のお小遣いでは結構厳しかったのです。しばらくして私の家族は町から引っ越しました。そして最近になり、県内のある小学校に取材に行ったところ、地元の小学校にいた九段の担任教師に再会したのです。まさかの偶然に私は驚きました。
あちらは妙に懐かしげに話しかけてきました。私としてはその慣れ慣れしい態度が気に入らなかったのですが、さすがに大人ですから、それなりの会話をしてその場をやり過ごしました。いじめについての取材だったため、担任があまりにも偉そうに語っているのを見てムカつきました。先生はいじめを容認する側の教師だと思っていました。小学校の時、先生がエスナちゃんにしたこと、私は忘れていませんよ。エスナちゃんが転校するその日まで、先生はエスナちゃんを助けるどころか追い詰めていましたよね。いじめを行う生徒と一緒になってエスナちゃんをいじめていたこと、みんな知っていましたよ。まあ、いじめを容認する教師は意外と多いですから、先生もそちら側の人だったわけですね。その場にはたくさんの教師や PTA の関係者たちがいたのですが、みんなに聞こえるようにはっきりと言ってやりました。みんな目を丸くして驚いていました。近くにいた生徒が担任を軽蔑の眼差しで見つめていたのが忘れられません。ちなみにエスナちゃんは現在立派なお仕事に就かれています。ボスは援助交際で捕まったりとどん底を生きていましたが、その後どうなったのかは知りません。男子グループのボスは結局みんなにいじめられ、万引きで捕まって退学となったそうです。二人の実家は引っ越しをしています。